植わってるかなどうかなっていうのは後ろこう見て確認する。だけどあれだと前にこう緑色のがついてるから苗が落ちてるっていうのが分かるからそれは楽です。植え付けまで全部このレバーでできちゃうからそれはもう本当に手元でできるから楽ですね。周りは全部専業農家のプロの人に頼んじゃってるからうちだけでも少しでも自分の家でやっていければと思っています。こういうふうに開発が進んじゃってどこのうちも面積が少なくなっちゃって私のうちが一番水田で一番多い口です。私らも農業一筋で来ましたからね、これからもまだ元気だ元気なうちはやろうかと思ってます。